スタディーコーチ代表の伊沢です。金沢です。さあ、喉がやばいですが、今回の動画のテーマはこちら。勉強と恋愛は両立しないと思いますかというテーマで動画1本撮っていきたいと思いますので、ぜひ動画の最後までご視聴ください。それでは、最後。今回のテーマね、よくさ、コメントとか来たりするじゃない、こういうの。恋愛してても受験受かりますか？生徒からも質問あったり、高校生同士もさ議論することあるんじゃない？お前彼女いたら絶対落ちるぞとか。僕はねこれね学校の先生から言われました。男子校だったんですけど、彼女がいる人が100発100中で落ちてるって言われてました。そんな中、勉強と恋愛は両立するかどうかをちょっとまず各個人の意見をイエスオアノーでホワイトボードで書いてみたいと思うんで、両立しないと思いますか、だから両立するがイエス、両立しないがノーにしよう。いいでしょうか皆様。せーの、ドン。ノー、イエス。イエス？ノーは石田さんだけ。まあじゃあ僕からいきましょう。結論、両立はしようと思ったらできるけどめっちゃ厳しいって感じ。なんでかっていうと、僕ね受験の頃ね彼女いたんです。やばい、いたんです。判例というかここにあるんで、イエスとはしてるけど、一般的に考えると受験期に彼女の彼氏がいるとそこに時間取られるから良くない、作らないべきだと思ってます。ただ僕いたんでイエスって言ってハテナって感じですね。はい、私も若干ハテナで人によると思います。うまくいく人といかない人の違いとしては、恋人に依存するタイプかしないタイプかっていうのが大きいと思ってて、あんまり依存しないで自立してる人だったら、その人のことを考えることに時間を当てずに済むのかなと思ってるので、イエスです。なるほどね。自分が強い人ってのはまあいてもいいんじゃない、けど弱い人はいちゃダメだよね。何でも相手に頼りたくなっちゃう人とか、ずっと話してたいっていう人とかだと、これこそ時間がなくなっちゃうのかなと思います。周りにいました、恋愛しながら受験やって難関が良かったっていう人います？いました。一応いるっちゃいるのか。しかも驚愕だからね。9月11日新宿校、10月16日横浜校がオープンします。オンラインで東大生総研生と学習計画を立て、校舎で実習を行い、また校舎スタッフが毎日細かく学習管理をしていきますので、サボることができない最強の校舎となっております。無料体験も実施していますので、詳しくは概要欄をご確認ください。じゃあ女子校の、私は全員ダメって言ってるわけじゃなくて、何によるっていう前提のもと、私だったら絶対無理だと思ったので、私は中高女子校で、大学に入ってから割とちゃんと恋愛したっていうタイプで、今言ってたようにゴリゴリに依存するタイプなので、なるほど。2日とか会えなかったら耐えられないんです。うおー結構やな。だから受験期ってもう1ヶ月2ヶ月に1回ぐらい会って進捗報告して励まし合うぐらいが多分一番いいじゃないですか、が私は無理だと思ったのでノーにします。なるほどね。この後ちょっとディスカッションしたかったんですけど、確かにそれが一つの回な気がする。相手にどれだけ依存するタイプか、逆に依存するしないで付き合っても受験は厳しいと思って、相手が依存してる人だったら見えへらかされる、いろいろ気使えてみたいなのもありそうですよね。じゃあ僕の例を言うと、確かに僕は依存するタイプじゃなかったので、会ってたのはね2週間に1回か1ヶ月に1回とか、依存せずにただその日を目標に勉強頑張るみたいな感じのサイクル自分で作ってたんで、それでうまく回ってたなって感じでしたね。どこでやったんですか？男子校女子校はね文化祭とかつながるんですよ。です神奈川県の男子校、帝光栄光とかフェリス、上野さんフェリスだね。文化祭につながるんですよね。でも応援もあるでしょ。あなたの文化祭ってナンパされてたと思います。でしょ。東京は東京でその文化祭でね、男子校女子校がつながってるイメージがあって、なんなら男子校女子校の方が文化祭に行く人たちの恋愛は激しいイメージがありますね。はい、大丈夫ですかね、極刑チャンネルで。ちょっと心配ではあるんですが、それが男子校の実情。どんな感じでした、驚愕。うちは逆に驚愕なのもあって、あまり他校の文化祭に行くとかそこまで聞かなかった。まあそうだよね、学内ですね、やっぱり。足りてるもんね。足りてますね。足りてる。ちなみに成功の場合はね、学校の先生も全部男だった。すごくない？すごい。もう保健室のおばちゃんか掃除のおばちゃんしか女性がいないって感じだった。あと受付か。応援ってどうだった？結構そうだったんですよ。単純になんかお茶園の卒業生が最初多くて、はい、はい、最近は応援の卒業生が普通に多かったです。へえー、なんか問題だったのか知らないけど、私が卒業する1、2年前ぐらいから、うん、急に若い男性教師が入り始めて、うん、生徒がキャイキャイしてました。そうだよね。
想像できる、うん、共学だったらやっぱり恋愛は盛んって感じなのかね。まあ言うほどですね、多分割合で言ったら、うん、女子校男子校と変わんないんじゃないかなっていう気がしてます。何組ぐらいクラスの人とクラスじゃない人とかで、うん、3、4組ぐらい、結構いる、はい、あ、そうですかね、結構いるね。スタディーコーチ公式 LINE 登録者限定で Kindle で有料販売をしているスタディーコーチ東大勉強大全を無料でプレゼントしています。東大生コーチ100名から聞いたおすすめの勉強法、また参考書、その他勉強の時間活用テクニックなどの情報を全て詰め込んでおります。私たちも自信があるガイドブックとなっておりますので、ぜひこの機会に LINE 登録でゲットしてみてください。ご登録は概要欄から。お次のディスカッション、仮に勉強と恋愛を両立させるとしたら何を意識すべきか、まあ、さっきもね一つ結論が出たと思うんですよ、うん、沼りすぎないってこと愛すぎないっていうこと、なんか他視聴者の皆さんね、そんなね彼女彼氏いないと思うんだけど気持ちをねいないと思うんだよ、さすがにみんな勉強集中してると思うんだけど、もしいる人がいたらね、アドバイスってことで何を意識した方がいいのか。やっぱモチベを上げ合える存在じゃないと、下がっちゃう人っているじゃないですか、一緒に褒め合うとかちゃんと進捗を報告してお互い高め合う関係になる必要はあると思います。はいはい、確かに。それで仮に会う頻度が多くても一緒に勉強し合ってちゃんと妥協せず長時間勉強するで、めっちゃお互い成績取れてて刺激受け合うとかはありだね。なんか思いつくとかあります？そもそもの部分になっちゃうんですけど、はい、高1高2のうちにある程度なんか勉強できる状態、貯金みたいなのを作っとけば、うん、高3でその月1とか2週間に1回とか会う分には、うん、あんまりなんかダメージがないんじゃないかなと思うので、その時にもなってちょうどいいよっていう人はあらかじめちょっと貯金を作っておくっていうのがいいのかなと思います、うん。確かにね、低学年で成績良かったらよっぽどのことがない限り落ちないよねっていうのと、ただね、これで受験期に彼女作って堕落する人もおるから難しいところだね。ちゃんと結論は勉強をしっかりとその人に左右されずにし続けられることが大事、会う頻度を少なくできるとか、もしくは相手から刺激を受けて勉強を続けられますとか、そういうとこなのかなって感じでディスカッションしてみたんですけど、恋愛は大学生以降でもね、今ちょっと板を折れるのもあれなんだけど、身を滅ぼす可能性、僕の周り結構いたんでね、身を滅ぼす可能性もあるんで、もしそういうタイプの人は大学以降でたくさん恋愛してもいいんじゃないかなって思いますんで、ぜひちょっとね参考にしてもらえたら嬉しいかなって思います。はい、ということで今回の動画は勉強と恋愛は両立しないと思いますかというテーマで動画1本撮っていきました。まあどんな参考になるか分かんないけど、まずコメント欄で大丈夫かな、俺叩かれないかなちょっと心配なんですけど、思ったこととかあったらぜひコメント欄にコメント寄せてください。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また今後も動画発信していきますので楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。